記号 PR 記号開き括好ワシントン河元孝太じ市括好トランプ米大統領は8日、南部フロリダ州で演説し、12日実施の南部アラバマ州連邦上院補欠選挙で、共和党候補のムーア元同州最高裁長官を支持すると改めて表明した。ムーア氏は過去、未成年女性に性的関係を迫った疑惑が相次ぎ報じられているが、トランプ氏は、我々とこの国の将来は、 上院で議席を失う余裕を持ち合わせていないと訴えた。トランプ氏は民主党候補のジョーンズ氏を同等議会事業部の操り人形と批判。米国を再び偉大にするため、犯罪や不法移民の対策強化に賛同する人材が必要だと強調した。保守強硬派のムーア氏は、キリスト教に基づく統治や軍隊による国境警備など過激な政策を掲げている。ムーア氏は疑惑を全否定するが、 全米でセクハラ告発が社会問題化する中、保選の最大焦点になっている。共和党内では立候補断念を求める声も出たが、トランプ氏は4日に無足指示を表明。同党全国委員会も陣営への資金提供再開を決めた。現在の上院構成は共和52、民主48、無所属含むで拮抗、拮抗。 ジョーンズ氏が勝利すれば51対49となる昨年の大統領選、議会選での公約実現で多数派工作に苦心する与党共和党は、同補選を、落とせない選挙と位置づけ、ムーア氏全面支援に舵を切った形だ。地元紙バーミンガム、ニュース、電子版は5から7日の情勢調査で、ムーア氏が支持率51%でジョーンズ氏の44%に先行していると伝えた。 共和党候補者元州最高裁判事点11月9日、地方検事法時代に重大少女に性的関係を迫った疑惑が浮上、その後も告発が相次いだ。民主党候補者点1980都市、同州で連邦検事法。その後、連邦検事や弁護士などを務める。